ネーション G。ウェブ採用率ランキング。なんでこうあなたはロゴのセンスがないの？まずはブラッキー、採用率97位。俺様の輝きは宮殿の前でも不滅。お次にエフィ、採用率115位。結構使ってもらえてるのね、嬉しいわ。そして人気や、採用率124位。エフィに負けたのちょっと悔しい。どういうことよ。いやー、意外とみんなランクインしてるものだね。これは私なんかも入ってくるかな。図鑑番号と同じ134位とかだったら熱いね。そんなシャワーズ、採用率現在当たり前だろ。なんでじらしたのよ。時間の無駄すぎる。ということで以上、ベルジーブイズ採用率ランキングでした。ベストアーチ構築の参考にしてください。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ショート動画かな。終わってたまるかー。よかったショート動画じゃなかった。あんな人をバカにするようなランキング出しやがって。このままではブイズの流したる。そうだそうだ。ということで今回は採用率圏外のブイズだけでパーティーを組みました。裏切り者どもにやる出番はありません。別に何も裏切ってないが、このパーティーでも勝てることを証明して僕らの使用率を上げてやるのです。そして最終的な目標は使用率トップ10をブイズで独占。これじゃあもはやレグレーション EV だね。わあ、はっ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 は。このメンツでガチグマどうやって倒そう。早くも立ち込めるアヌン。しかし、かの有名な講師はこう言いました。まあなんとかなるっしょ。飛行を放棄したしそうか。所詮は僕ら大パ組がお相手。というかよく見たら、初代と大パ世代しかパーティーにいませんね。存在しないに、6世代の記憶。消せない。初手は僕とミズ・ウラオスの対面。リーフグレード抜群だし、早速倒しに行っちゃいましょう。でも初手のウラオスって、タスキとかスカーフの可能性高くない？一回畑落としとかで、様子見をした方がいいんじゃ。よし、即決リーフグレードだが、圧倒的に頭が悪い。まあまあこの僕に任せておきなさいって。なんか素早さも勝ってるみたいだし、居座ってきたからこのままとタッチなんて聞いてないんですけど。言ったでしょうがこのおバカ。うわぁ、アイススピナーやぁ。まあ、耐えるんですけど。どういう情緒してんの？ということで次のターンで突破。いいですね。最初から数的有利の展開。お相手の伝説枠はクライドンだし、これは揚力層を使って上から攻撃できる。もはやこの僕を止める手段はない。誰でもかかってこいやー。ちょっと羽ばたく神はやめてください。調子に乗ってから分からせまでが早すぎる。だがしかし、この対面は対策してあるわ。直気持ちの私に交代するわよ。リーフィアは下がってなさい。グレイシアママ。誰がママよ。今回の私は直気持ちの上に、特防特化まで努力値を振っている。いくら羽ばたく神の火力といえど。確定に発耐え？ついでに言っておくと、これメガネ持ちのダメージだからね。硬すぎてリーフィア入る。ということでミラーコートで倒しに行くわよ。ブイズのハバカミ対策がミンフィアだけじゃないってとこ。しっかり見せつけてやるんだから。別にそれは構わないんだけど、シレットに連続で特攻ダウン引くのやめてください。ミンフィアだったら本当に積んでた。とにもかくにも、これでハバタクカミ突破。これがグレイシア様の力よ。私の前に、すべての特殊型は勝てないと思いなさい。このまま相手のラス1もたお。ちょっとクライドンは許してください。人のネタパクるのは NG。まあそりゃあ、コライドン出てくるよね。それは分かっていたから、こちらも当然対策済み。こいつは僕が倒してやります。相手はスケールショットで、素早さを上げてきたけど、今回のリーフィアは最速調整。揚力素が発動すれば、一段階上がった最速コライドンも抜けるわ。早すぎてグレイシア入る、ってやつね。グレイシア早すなリーフィア早せ。ということでグレイシアも倒れたし、僕を出していきましょう。使用率圏外の本気、分からせてやるんだから。何やってるのよ、早く出しなさいよ。いやいや、ここは時間をかけるべきなんですよ。ここであえて迷ってるふりをすることで、有効だがないように思わせる心理的作戦です。やることが小賢しすぎる。ゆっくりしていってね。ギリギリまで粘ってから繰り出していきます。カットという技術は偉大。からの即断即決フェアリーテラバースト。有効だがあることを悟られて、炎テラスされたら負け。タイアリ、帰って寝る。潔すぎる。ということで、おいでニンフィア。本日唯一の出番をこの僕が恵んでやろう。言い方が嫌すぎるんですけど。行くぞ。テラスタル。フェアリー。はい、余裕で。めっちゃ祈ってたくせに。ということで、一戦目は僕ら大パ組の活躍で無事勝利。こんなに強いのに使用率圏外とは、トレーナーの皆様も見る目がないね。もっとリフィグレを使っていけ。煽り方がうざすぎる。って、講師が言ってた。多大な思想家をベイズ教の思想にするな。登場、メドラ、カラユンキー。どうも皆さんお悪いこいさお、特定がブースターの根性です。逆逆。根性が根性の根性です。ぶん殴るよ。2戦目のお相手は、クロバドレックス入りのパーティ。ブラッキーとニンフィアがいない中、どうやってこいつを倒すのかがわからない視聴者もいることでしょう。ほう、わざわざそう言うということは、何か秘策があるということですね。俺もわからない。ぶん殴るよ。
まあ俺がノーマルテラスなので、アストラルビットを避けながら戦えばなんとかなる。そしてなんといっても根性なので最強です。根性を何だと思っているんだろう。お相手先発はルロフラキ。逆。こちらの先発はなんて読むんだこれ。和の次に小さい矢は発音できないのよ。まあ、タイプ相性上は有利対面ですね。熱湯で削りに行くけど、ステロを巻かれるのは許容しないとか。FEMOン、相手のステルスロックを跳ね返す秘密道具出してよ。秘密道具？そんなものなくても、ステロは跳ね返るものでしょ。無自覚系主人公だ。逃げろかませ犬にされるぞ。残念ながら私はモブなので、ステロは跳ね返せません。けどこうなるのは選出時点で分かってたことだし、ステロの影響が少ない選出にしている。え？これはひどい。なんでよりによってその選出なの。君たちはバカなのか、救いようのないバカなのか。はい、そういう悪口を言う子は動画から退場になります。シャワーズはもうダメね。ここは私に任せて下がってなさい。グレイシアママ、誰がママよ。ここはお相手、キラースピンでの毒巻きを入選するでしょうし、ミラーコートは打てない。なんとかフリーズドライで倒すしかないわね。半分削れてるしさすがに倒せるは。いや、これはあれよ。その、最近熱くなってきたから。どういう言い訳なの？もっと、熱くなれよー。キラフロルは置き土産で退場して、2番手は海流。これは竜の前の起点にされるやつだな。攻撃と素早さが下がっていくぜ。逆。それが分かっているなら、ここは魅惑のボイスを使いましょう。置き土産で特攻が下がっているから、まともに攻撃しても火力は知れてる。だったら追加効果で混乱にして、息子のブースターたちに託すわ。あ、別に俺お前の子供じゃないんだけど。さんさんママとか言うから、乗ってやったらこれだよ。次のターン、海流の攻撃でグレイシアは退場。次は私が行くよ。ここからの作戦を解説するぜ。シャワーズがあくびを覚えているから、まずはこいつで海流を眠らせる。そして俺の根性を発動し、海流と相手のラスイチを倒す。この完璧な作戦、名付けて、映画FEMOン、ブスタート、と根性大作戦。どっから突っ込めばいいんだ。とりあえず、言われた通り眠らせたからね。あとはブースター、任せたよ。合戦根性 EV のスケ。不安すぎる。まあ安心したまえ、根性は実質無敵の特性。根性があれば何でもできる。例えばここからに盾することも、ステルスロックのダメージを無効化することも。嘘つくな。相手が鋼テラスしてるおかげで、フレドラで倒せる場面ではあるが、ここはラスイチに備えて、草分けで素早さを上げておくのが正解だな。一段階素早さを上げれば、クロバドレックスとスカーフ持ち以外には先手を取れるね。本当はそれらも抜けるよう、二回草分けしたいところだけど、海流には神速もあるし、居座りすぎはリスクが高いか。なのでここでもうフレドラを押します。ちなみに最速起きされるという負け筋がありますが、これも根性でどうにかします。そういうこと？根性。フレドラ、起きるなはい、これが根性の力。むしろうるささで起きないか心配だったんだけど。まあとにかく、これで突破できたのでもう満載。あとはラストに誰が来るかだな。ゴリランダーとかだと非常にありがたいんだが。残念クロバドレックスです。そうだよなこうなってくると、次のターンで勝負か。こちらはアストラルビットの無効化を狙って、ノーマルテラスタルを切る。これが成功すればこちらの勝ちだ。一方でノーマルテラスを読まれて、他のタイプの技を打たれると厳しい。根性ブースターのノーマルテラスはそこそこ有名だからね。確率としては低くはなさそう。とにかくこちらにできるのは、読まれないことを祈ってテラスタルすることのみ。ということで、来い、EV。合点根性 EV のスケ。お前もか。行くぞ。テラスタル。ノーマル。来い、アストラルビスタ。ここは草分け。これで素早さを逆転しつつ相手の助けをケアしていく頭が痛くだね。マジで危ない。いろいろギリギリすぎるとこのバトル。でも今度こそ勝ち確定か。もう負け筋ないよな。相手がスカーフ持ちの可能性。いやもうとにかくクレドラ押すしかない。ここまで来たんだから勝たせてくれ。お願いしまーす。根性、クレドラ、空元気。対戦の勝利だぜ。根性ありがとうございました。逆。私の出番。顔が近い。近すぎるって、話しか見えてないんだよ。私はあんまり普段の動画出れないんだから、こういう時にアピールしていかないと。普通のランクマだと使用率圏外が当たり前で、じらしても無意味で、時間の無駄ですからね。もしかして冒頭の茶番でいじられたの根に持ってる？まあそんな私でも、やれるってところを見せていくのが今日の企画。早速対戦していきますよ。今度のお相手は未来ドン軸。これまた採用率が高いパーティーだな。特性の早足で、未来ドンや包みの上を取れる。俺の選出は確定。未来ドン対策には、グレイシアも有効だから連れて行きたい。あと一匹は私初手はサンダース対鉄の包み。無事有利対面にはできたので、ここからどうやって EV で詰めるかを考えたいですね。まだ初手なのに詰めの段階考えるな。藤井八冠か。とりあえずここは交代だろうし、ボルチェンを押している。相手の戦術を見つつ、サイクル戦を有利に進めたいところだな。あと地味に効くのが、サンダースの特性を隠しておくこと。
お相手視点、このサンダースが蓄電なのか早足なのかわからないからね。それだけで電気技が打ちづらいはず。こういった情報はどうも取っていきたいところだね。不思議だね。めっちゃいい解説してたのに最後で台無し。こちら2番手はグレイシア。地味に今日の動画3試合すべてに出場です。ちょっとくらいでバンくれればいいのに。そんなこと言われましても、グレイシアにはここでミラーコートを打ってもらう。多分一発は耐えるだろうし、相手がボルチェンで逃げたとしても交代先に大きな負担がかかるからな。てかお前硬すぎないか。ふこれが HD 特化直帰グレイシアの力よ。ただしその弊害としてミラーコートで倒しきれない事案が多発するわ。いいんだか悪いんだかよくわからんな。お相手トンボ返りで交代、ミラーコート対策ね。でもそれは織り込み済み。ここはフリーズドライを選択しているわよ。これで交代先に負担をかけて、大ニューラかー。この大ニューラとかいうポケモン、上位内メンツを入れたとしてもきついんだよな。耐久高めのメンツがことごとく抜群疲れるし、特防が高くて倒しづらい。SV におけるグイズの天敵、第2位に該当すると思うぜ。1位はフリジュラス。わかりみが深い。まあとりあえず目下の問題としては、このオニューラを誰で倒しに行くかということになるんだ。VV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 V
まあ確かに、防御裏は防御の方が低いもんな。エレキシードで防御が上がってるとはいえ、EV の火力ならいいダメージが入るか。その通り、皆様大変長らくお待たせいたしました。いよいよ私の活躍シーンでございます。心して見よ見よ。いい絵になるな。ということで、私ケンボン、色違いじゃないのは許しているな。黙っとけ。お相手はインファイトで倒しに来る場面、こいつを助けで耐えて、最高火力のジタバタをぶち当てます。もちろんテラスタルも切っちゃいますよ。おいおいマジか。一応俺が氷テラスだから、未来ドンへの有効だように残しておきたい気持ち。テラスタル切っちゃいないよ。ノーマル。はは、これでブイズの天敵オーニュラを討伐。これは私の使用率もシビルドン上りってもんです。うわー、ないだー。黙っとけ。ちょっと待って、こんなところで身代わりなんてひどいじゃん。いや待て、私の火力にかかれば威力が上がってないジタバタでも割れる可能性が。いっけー。泣いていいですか？ダメです。残念ながら、近電環境で EV を活躍させるのは無理なようです。皆様もおとなしく、進化させて使うことにしましょう。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まだだー。暗い。よく見てください。相手の残り体力はもうほとんど残ってない。これならば電光石火だけでも十分削り切れます。だからこのジタバタで身代わりを壊せば。なるほど、次の電光石火で倒すというのか。しかも、お相手がインファイトで防御を下げてくれたな。身代わりも割れたし、これはまたとないチャンス。この一撃で決める。電光石火。よっしゃー。私が最強採用率嬉しいのは分かったから落ち着け。もうお前の悪夢や。一撃の方。黙っとけ。ふっふっふ。さらにどうやら、まだ私の快進撃は続くようです。お相手は体力の少ない未来ドンから来ましたね。おいおいまさか、未来ドンまで電光石火で倒すつもりか。その通り、圧倒的な先制技の火力で、相手の少ない体力を刈り取る。その姿、まさしく神速海流のごとし。海流に謝れ。これで EV の見立て達成じゃ。暗い電光石火。なんで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 も直し、ついにポケモンですらなくなった。ということで、EV の見立て達成とは、さすがにならなかったわけだが、オーニュラを倒してくれたのは大きい。ここからは俺に任せておけ。軽技を発動したオーニュラは、早足サンダースでも抜けないからね。しかしそこを倒しても、お相手の残りは未来ドンに鉄の包み。これ倒せるの？まあ見てろって。まずは未来ドンの前で、瞑想を一回積むぜ。クォークチャージを発動した鉄の包みは、早足の俺より早いからな。その対策だぜ。相手の未来ドンの素早さが遅くて、先に瞑想できたのも大きい。これなら未来ドンからの攻撃も、余裕を持って耐えれそうだね。なんか半分くらい削れたけど、大丈夫そう？この後鉄の包みのドロポン受けるんだよね？やばいかもしれん。おいー。まあまあ落ち着け落ち着け落ち着けら。あれ私のネタ、大体瞑想搭載してるのになんで耐久無振りなのさ。もうちょっと火力とか調整できたでしょ。男は黙って、CS ぶっぱ。アホすぎるー。相手の特性がクォークチャージじゃないとかないかな。ほら不眠とかやる気とか。それは現代版なんよ。ならば本当に、耐久勝負といったところか。鉄の包みの攻撃を耐えれば勝ち。無理なら負け。いいと相手が助け持ちでも負け。負け筋多すぎ大立ちって感じ。黙っとけよ。とにかくこちらにできることはない。人事は尽くした。あとは天命を待つのに。お願い、俺たちを勝たせてくれ、羽ばたく神様。祈る相手合ってます。そういえばテラスも残ってたわ。おー、負け筋はどのタイプだ。火力が上がる水が氷としてだと電気は反映される。負け筋多すぎ大立ち。言ってる場合か。ゴースト、これなら火力も上がらないし、電気技も普通に通る。ということはやはり、元の耐久勝負か。てかドロポンなら命中低いし、避けてくれれば話が早いんだけど。無理ですよね、耐えろ。ギリギリバサギリって感じ。黙っとけよ。ということで、本日3試合、無事全勝で終わることができたぜ。そしてこの動画を通して、伝えたいことはただ一つ。最
用率圏外だって、やればできるんだぞ。そうだそうだ。この動画でちょっとでも興味を持ってくれたら、ぜひ私たちをランクまで使ってみてくださいね。それでちょっとでも、使用率上がってくれたら嬉しいぜ。目指せ、トップ10をVsで独占。それは無理だと思うが。ということで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。